BT が見えるもーよろしくお願いします。バタモン山下です。バタモン会です。小林ひろきです。村井松です、はい、お願いします。山下の今週の注目アニメはこちらです。荒野のことぶき飛行隊です。ほう、ことぶき飛行隊、飛行するのことぶきですかね。ではない、そのことぶきではない、ない、うん、あのできちゃった人じゃないじゃない、対象通知じゃない、はい、ですね、まあ、簡単に言いますと、あの女の子たちがチーム組んでる、うん、あの雇われ、うん、あの飛行隊には、うん、戦闘機乗りたちの集まりが、うん、あのいろんなミッションをクリアしていくよみたいな、うん、なんだろうね、エリアなんとかかんとかみたいなね、紅の豚みたいな、あ、それでもあるね、紅の豚にも近いですね。そうそう、なんか雰囲気近いなと思って、実はの、じゃあ豚が出てくる、豚は出てこないけど、豚のね、うん、豚のライバルのね、イタリア兄ちゃんみたいな感じの人は出てきそう。いいね、こう浜辺殴れするし、紅の豚の話になっちゃうから、このままだとあのなんかいわゆるガンマンが集まる西部劇のさ、ほうほう、バーみたいなところにみんな集まって、うん、おっさんたちか、まああれね、もうポルコのね、ライバルの兄ちゃんみたいな人たちがね、うん、話してるから、イカチ兄ちゃんたちがいて、ね、おじさんたちが、ああいいよね、いい姉ちゃん捕まえたいなみたいな話をしててさ、うん、でもこの界隈には姉ちゃんとかいねえからな、うんうん、って話をしてたら、なんか一つの引っかくのテーブルでは姉ちゃんたちがみんなでホットケーキ食べてキャリアしたね、ヒューってなるじゃん、うん、でその兄ちゃんが鎌掛けに行って、よ、姉ちゃんつって、うん、俺と付き合わねえかみたいなこと言い出して、うんうん、俺は撃墜スコア11もあるんだぜみたいなこと言い出すの。ああ、自慢があるんだ、そういうね、その界隈のね、その界隈の惰性自慢で、俺は今後有望だぜみたいなこと言ったら、うん、11か、でも私は44あるしなみたいなこと言い出すの。で、マスターがさ、やめとけ、その姉ちゃんたち全員乗せると200は超えるんだぞつって、ヒーってなって、いいね、マスター。絵に描いたような。全部見たことあるわ。絵に描いたような。まあ、小粋なね、はいはい、なんか、そう、まあ、世界観はね、世界観。わかります、わかります。で、あの、飛行艇があります、飛行船か、飛行船、うん、いわゆるその空気圧で浮いてるあのでかい船みたいな、うん、空飛ぶ船みたいなやつね、うんうんうん、あれにが積み荷を運んでるんですけど、うん、まあ襲われるわけですよ、はい、謎の敵勢力に、うん、で出撃だーっつってバーってみんな出撃していって戦うわけですね、うんうん、そこの空戦軌道がね、うん、またかっこいいんですよ、荒野のことぶき飛行隊で使われてる飛行機は、うんうん、まあ、味方機だけかもわかんないんですけど、ね、とにかく多分第二次世界大戦当時の話で、あの機体が主に使ってて、日本船なの？うん、味方が使ってんのが、はやぶさっていういい飛行機、まあ、とにかくその第二次世界大戦の世界大戦の最後の方に出てきたいい感じの飛行機たちが、うん、乗って回る姉ちゃんたち、乗って回る姉ちゃんたちとか、その当時のあの間ね、いかつい兄ちゃんたちの、うん、お話っぽいですよ、ハードボイルドな雰囲気の女の子たちが、で多分今回結構な尺を使ってその飛行船を襲ってきた、その飛行船でなんか荷物を運んでる方々を、そのなんかあれだね、あの変ななんか船長みたいな人と、うん、そのなんか船長の首根っこを押さえている奥さん、ほうほう、女社長みたいなのがいて、そのね、うん、その2人が指揮を取って、船長が指揮を取って、女社長がなんかガガ言ってみたいな感じで、うんうんうん、その、飛行隊のみんなが戦うみたいな感じだったんですけども、うんうん、夜間の、なんだろうね、雲がいっぱいある、雲の上を飛んでいってさ、うん、なんかそのレシプロ機っていうそのエンジンで戦う、エンジンとプロペラで飛ぶ飛行機、うんうん、あのジェット機みたいな、最新じゃなくて、うん、が、ドッグファイトっていう、その要は、相手のケツをどうにかして取って、あの機関砲で相手を撃ち落とすよっていう戦い、うんうんうん、そのいわゆる第二次世界大戦くらいの話の戦いを延々とやるっていうのをに大部分を割いてまして、最新の戦闘機じゃないからさ、スピードは遅いんだけど、お互いがお互い軌道でさ、なんかその後ろをどうにか取るみたいなさ、うん、戦いをするから、あれはあれで面白いんですよね、うん、なんかカーチェイスみたいなことなんだよね、あのそうそうそう、こっちの技術のものになるんだよね、科学的なやつじゃなくて、うん、マクロスとかだとさ、どうにかして相手でいいとこ取ってミサイル撃ってば勝ちみたいな話じゃないですか、あれとはまた違っていい趣がある、うん、そうね、そう、心理戦みたいなのがあったりね、うん、で最終的には大体まあ敵を追い払ったところで最後に残ってる敵がいるっつって、主人公っぽい女の子が追いかけていくんだけど、なんかうまいこと敵にしてやられて、雲に突っ込んでわーって出ていったところで強ぶつけるぞと思ったら、雲からね、晴れた瞬間にもう地面が見えてて、やべえっつってバーッと浮き上がって、で敵の方バーッと見たら、もう敵がもうなんか逃げようとしてて、ふいふいって翼振られて逃げられちゃって、カーッてなって帰っていったら、そのメカニックの姉ちゃんに、おめえ無理すんなって言って言っただろっつって怒られて終わりっていう、はい、いやかっこいいね、かっこいい、かっこいい、
主人公たちも姉ちゃんたちも結構まあまあ姉ちゃんだから結構そのなんだろう華々しいんだけど、うん、やってることは結構そのなんだろうねその第二次世界大戦当時っていうか第一次大戦か第二次大戦のその紅の豚みたいな感じの、うん、なんだろうね飛行機乗りがプライドを持って飛行機してた時代の方々みたいな、うん、ね用心棒だね。そう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 用心棒なんだ職業として空運、うん、空で空輸をしてるものとかを襲う海賊みたいなもの空賊を、うん、そうですね。から守る用心棒、うん、なるほどね。なのは本当にいたの？俺はなんだろうな、空輸がメインには結局ならなかったから、もしもなってたらっていう感じ。実際はこれは海ではあったわけよ、海賊は。そうそうそう。でも結局組織だってそう飛行機を持ってるって言ったら、結局その軍隊にならなきゃいけなかった時代を、うんうん、経てしまったんで、日本の実、うん、現実の世界は。もしも海のこの物を運ぶ時代が空に行ってたらっていう感じですね。そう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 。ね、っていうだから紅の豚とかさ、うん、言ったらあのジブリで言うとさ、うん、あのあれだよ風立ちぬ、風立ちぬはあれだね最初の話だから、うんうん、あのあれだあの天空の城ラピュタに出てくる空賊たちみたいなのを、うんうん、生き方としてはね、うん、をイメージしてもらうと分かりやすいと思うっていう、ね、でもずっとラピュタのイメージだったもん。そうそうそう、母ちゃんが仕切ってすぐ下腐ってさせたなーって、まあまあ、でもなんかああいうテイストですよ、テイスト的には、うんうんうん、ね、あの感じ超かっけえからな。で、最後の最後にその戦いが終わってで、まあ夜明けが迎えたところで主人公が急に世界設定をツラツラツラって喋り出して終わったんですけどその世界設定がある日、世界に世界の底に穴が開きまして、その穴からいろんなものが降りてきて世界を繁栄したんだけども、穴は閉じてしまって世界は滅亡へ向かっているって、うん、みたいな語り出して、急にファンタジー、うん、だからね、そのなんだろう、その第二次世界大戦と第二次世界大戦の間のその紅の豚みたいな世界観が広がったらみたいな話なのかなと思ったんだけど、うん、実は、うん、なんだろう、人類が荒廃している話、世界観の話、うん、だからその人類が住んでるところは局地的なところだけにとどまってしまっていて、もはや、うん、テクノロジー自体はその過去の異物を今頑張って運用してる状態みたいな、うん、空から突然いろんなものが降ってきたって書いてある。うん、そう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 、うん、だからそのなんか人類がようやく生存している世界観、世界圏をつないでるのがどうやら飛行船なんじゃないかな、うん、なるほど、もうふわっと主人公がバッと語って終わったの今回、うん、なるほどね。ちょっとなんか謎の異性、まあ、なんだろうね、 SF じゃないけどなんというかみたいな部分もあるんだ、まあね、うん、って言うとかないと歴史とかうるせえからかなそう、フィクションにしとけばね、まあ、うん、そう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 、なるほどね。なぜかその日本の戦闘機が走ってるのなんでかっていうのも、うん、世界的な感じで行ったのかなっていう、上がって下がってる時代よと、うん、そう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 、飛行船の中に離着陸してんの、飛行機が。うん、そんなのできるわけないから、当時の技術が。そう、なんかあの宇宙空母の離着陸みたいな感じになってるのね。すごい、やっぱ一回歴史がグーンっていって、グーンと下がって、いろんな歴史のものがごちゃごちゃっと来ちゃったのかもね、この世界。あの空戦にすごい力入れてるし、飛行機好きであれば、荒野の寿飛行隊は見ておいた方がいいと思いますし、近未来戦闘が見たい方は、ガーリーエアフォースを見ていただけるといいと思います。今期は2期を2個あるから、ガーリーエアフォースもいずれ語りたいですね。なるほど。ということで、以上です。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。さよなら。